こんにちは。Cisco でエンジニアをしております。ミノーラです。今回はドット .1x を使用する環境ではよく一緒に出てくるマブと呼ばれる機能を紹介します。マブ、Mac Authentication Bypass は .1x をサポートしていない IP 本や アクセスポイントなどのエンドポイントを認証するための仕組みです。スイッチなどのオーセンティケーターはマブが有効なポートにエンドポイントが接続してきた場合、エンドポイントが送信したフレームから送信元 Mac アドレスを取り出し Radius のアクセスリクエストに格納して オーセンティケーションサーバーに転送します。エンドポイントの mac アドレスは radius のコーリングステーション id アトリビュートバリューに格納されます。また、アクセスリクエストにはエンドポイントが有線 lan のマブ認証で接続してきていることを示す情報が格納されます。 優先欄のマブ認証の場合、サービスタイプアトリビュートバリューにはコールチェック、ナス n a s タイプアトリビュートバリューにはイーサーネットが格納されます。では、ここから実機を用いてマブの動作を確認します。まず、はじめに、 マブの認証対象の MAC アドレスが所属するグループであるエンドポイントアイデンティティグループを作成する必要があります。エンドポイントアイデンティティグループはアドミニストレーションアイデンティティマネジメントグループエンドポイントアイデンティティグループから設定可能です。 エンドポイントアイデンティティグループを新規作成するために、Add をクリックします。エンドポイントアイデンティティグループの名前を入力します。最後に、サブミットをクリックし、変更内容を保存します。次に、アイスに マブで認証する Mac アドレスを登録する必要があります。Mac アドレスはコンテキストビジビリティエンドポイントオーセンティケーションから登録可能です。新規に Mac アドレスを登録するために Add をクリックします。そして Mac アドレスを入力しますスタティックグループアサインメントをチェックしアイデンティティグループアサインメントに先ほど定義したマブ用のエンドポイントアイデンティティグループを指定します最後にセーブをクリックし設定内容を保存します アラードプロトコルではプロセスホストルックアップが有効な必要があります。ポリシーセットのルールではプロセスホストルックアップが有効なアラードプロトコルを指定します。オーセンティケーションポリシーではマブ認証は一つ目のルールで処理されます。 コンディションで使用されているワイヤードマブの条件ではサービスタイプアトリビュートバリューがコールチェック、ナスポートタイプアトリビュートバリューがイーサーネットであることが確認できます。オーサライゼーションポリシーではマブ用のエンドポイントアイデンティティグループに所属しているエンドポイントに対して リザルトとして、パーミットアクセスを割り当てます。スイッチ側では、.1x と同様に、ラディウスサーバーを定義し、.1x 用のオーセンティケーションリストを作成します。.1x とは異なり、マブの場合は .1x システムオースコントロールコマンドは不要になります。インターフェースには、オーセンティケーション、ポートコントロール、オートコマンドを設定し、認証を有効化します。そして、マブコマンドを設定し、マブ認証を有効化します。では、エンドポイントを スイッチのポートに接続してみます。h e n オーセンティケーション、セッションインターフェースコマンドを実行すると、マブ認証が成功していることが確認できます。アイス側のライブログでも、マブ認証が成功していることが確認できます。 オーセンティケーションメソッドではマブを使用していることが確認できます。ではマブの際にスイッチがアイスに送信したアクセスリクエストのパケットキャプチャーを見てみます。アクセスリクエストのコーリングステーション ID アトリビュートバリューにはエンドポイントの Mac アドレスが格納されていることが確認できます。またサービスタイプアトリビュートバリューには「コールチェック」「n a s ートタイプアトリビュートバリューには「イーサーネット、すなわち有線 LAN のマブ認証であることを示す情報が格納されていることが確認できます。 最後ままとめになりますマブは .1x をサポートしていないエンドポイントを認証するための機能です .1x もマブも多くの環境で使われていますので皆様もきちんと理解しましょう今後も ドット .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。